ご覧いただいているようにスタジアムはすでに満員。試合開始を前に大きな盛り上がりを見せています。注目の一戦も EATV でご覧ください。今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。熱戦の続くリーグ戦、この一戦はミルトンキーンズドンズがジュニアーズと対戦します。よろしくお願いします。今日もこの試合を楽しみにしていました。選手たちはどんなプレーを見せてくれるんでしょうか。大いに期待しています。失点数はリーグでも最少の数字を誇るアウェーチームです。アウェーの不利はこのチームには当てはまらないかもしれません。守りに絶対の自信があるチームですから、今日のアウェー戦もそれほど苦にはしないと思います。相手のフォワードを抑える用意はできていると思っていいでしょう。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。 5-2-3 も採用しました。カウンターの切れ味が強烈なシステムです。こちらがジュニアーズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。試合が始まりました。攻守の切り替えが大事です。ここは抜いてくるのか。入った。早くも先制点を挙げました。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。さてここでスタジオから他会場の動きをお知らせいたします。どうやら PK があったようですね。はい、アウェイチームが PK を獲得しました。しかしこれを失敗、シュートのコースが甘くなりキーパーの残した足にボールが当たってしまいました。スコアは変わらず0対0のまま、時間は10分を過ぎたところです。ありがとうございます。また逐次報告をお願いします。パスカットです。サイドが空いています。これはゴールキーパーが問題なく対処します。スペースに見事なスルーパス、うまいパス、素晴らしい反応でキーパーがボールはゴールに吸い込まれるも副審の旗が上がりました。オフサイドの判定です。タイミングは紙一重の差だったんじゃないでしょうか。ビッグチャンスだっただけに惜しかったですね。
でゴールを死守。これはジュニアズのコーナーキックになります。コーナーからエリア内へ、キーパーが両手でキャッチしました。カウンターのチャンスです。抜いた、周りを確認した、決まった、ゴールゴール。この選手は2点目、勢いが止まりません。スルッと抜け出して最後まで行っちゃいましたね。ディフェンス側はファールしてでも止めておきたい場面でした。になりかねないパスでしたがカットしました。今のは惜しいコースでしたね。なんとか1点返したい状況で積極的に打ってきます。狙いは悪くないですね。1点差にできれば相手もプレッシャーを感じるでしょうから。ここは押し出します。狙っていった、これはキーパーのファインセーブ。近くの味方へ、このシュートはどうだ、ちょっと横にそれてしまったか。強烈なシュートでした。前半終了のホイッスルまであとわずか。アウェーチームにとっては予想外の展開でしょう。相手に大量リードを許しています。ここまで2点差ですが、追う展開になっているのは守備に原因があると思います。後半に向けてミスマッチが起きているところを確認し、これ以上の失点を防ぐ努力をしてほしいですね。コーナーキックです。ショートを選ぶ。前半が終了し、アウェーチームがリードを許す展開となっています。今日は定評のあるディフェンスが全く機能していませんね。この点差ですから、今すぐ手を打って流れを変えないといけません。
さあ後半のキックオフです。ジュニアーズは前半かなり苦戦を強いられました。これ以上の失点は許されないでしょう。サイドからの攻撃、スペースを攻め上がります。このパスを活かせるか。しっかりとコースを塞いでいます。移籍に関しては様々な噂が流れていましたが、正式に決まったようですね。非常に潜在能力が高い選手ですが、それをどれだけ引き出せるかが肝心ですね。自信過剰になって身を持ち崩したりしない限り、このクラブを代表するスーパースターとなれるでしょう。いいパスです。視野が広いですね。いいところに通った。パスをカットします。ケリー、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。試合終了まで残り時間は30分です。ここでうまく対処します。インターセプトしました。ファールがあったもののアドバンテージを見ています。おっとインターセプト。ここはドリブルで前に出ます。パスが通った。ディフェンスが冷静に処理します。これはオフサイドを取られました。受け手が最善でしたからそうなりますよね。もう少しパスを出すのを待つべきでした。ここで選手を変えようとしています。相手に押し込まれている状況が続いています。ドリブルで運びます。このシュートは簡単に止められました。足についていなかったのか。ラインを割って相手にコーナーキックを与えてしまいました。中に入れた。ひとまず前に出しました。チャンスになります。さてどうやら他会場の試合で PK があったようです。はい、ホームチームが PK を獲得しました。しかしこれを決められず力みすぎたのかシュートを吹かしてしまいました。スコアは変わらず3対2のこのままいけるか。
これで3点目、ハットトリック達成です。これで3点目、圧巻のゴールショーですね。波に乗っています。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。試合終了まであと5分しかありません。ディフェンス陣のうまい連ボールを失います。アディショナルタイムが2分増やされました。いいパスが通った。パスをカット、いい読みでした。試合終了です。アウェーチームは敗北を喫しました。大差での敗北は悔しいものですが、こういう思いをバネにして奮起すべきでしょう。しっかりと修正して次の試合に生かしてほしいと思います。We've got some questions for you.Thank you. That's all the questions we've got for you.